ルーシーさん、選手の控室はこちらです。出番までご自由に。うほー、鎧つけるぞ。わ、これもいいな。見ろ、あれは海賊貴公子。しかしなんて美しさ。係の女たちが全員倒れていくぞ。そこの君、あまり防具をつけすぎるなよ。重量制限がある。あ、僕の名はキャベンディッシュ。君は何者だ？俺はルフィ。あ、ルーシーだった。紛らわしいな。本当に君が麦わらのルフィだったら、今ここで殺していたよ。え、なんでだよ。3年前、新世界に現れた美しきルーキーことこの僕に、世界中がざわめいた。それがどうだ、わずか1年後、湧き出てくる後輩のルーキーたち、最悪の世代が獅子奮迅の大立ち回り。記者たちはもう僕に見向きもしない。だから殺すんだ、目障りな後輩たちを全員。そうか、じゃあな。おい、まだ話は終わってないぞ。めんどくせえやつだったなあいつ。あ、なんだこの銅像。その人に興味ある？誰だ？レベッカ、検討しよう。それは伝説の人、コロシアム史上最強の検討士、キュロスだけど、この国中の誰も彼のことを知らない。はあ、わかんねえ話だけど、俺は好きだぞこの銅像。男らしくて。私も好き。そういや、剣闘士ってことはお前も出場すんのか？うん、私、優勝商品のメラメラの実の能力を手に入れて撃つんだ、ドフラミンゴ。え、ミンゴ？一回戦終わった時、お互い生きてたらいいね。おい、俺の目は節穴じゃねえぞ。いくら変装しようと、俺の経歴に傷をつけた野郎の顔は忘れねえ、麦わら。あ、お前はマロン。ベラミーだ。彼は海賊ハイエナのベラミー。かつて空島へ立つ直前のルフィと戦い、敗れた過去を持つ。その後、ベラミー自身も空島に到達。ドフラミンゴに莫大な黄金を持ち帰ることで、ドン・キホーテファミリーでの立場を得ていた。そう、ベラミー、なんでここに？メラメラの身に興味はねえが、優勝すりゃファミリーの幹部に昇格できる。ドフラミンゴはガキの頃から俺の憧れの海賊だった。やがて来るでかい波を越えるために、俺はドフラミンゴの船に乗る。麦わら、もうお前を笑わない。麦わら？もし本物の麦わらのルフィならば、君の命は僕がもらう。エレファントガン。メラメラの実は俺がもらう。誰にも渡さねえ。
なんか一瞬で潰してやるよ。戻ってきたらこの手で切り捨ててやる。あの男はおめえには取らせねえでよ。こっちの方が目がつけ。そうか、君もか。だが僕の獲物だ。驚いた。ここまで強いなんて。終わったか。覚悟しろ麦わら。今倒してやる。言ったはずだぜ。お前には取らせねえ、キャベンディッシュ。兵隊に育てられたって本当か？そう、兵隊さんはたった一人の家族だった母を失った日から私を育ててくれた。親も同然の人なの。ずっとそばにいてくれて、何度も何度も守ってくれた。へえ、あのおもちゃが。私の一族はかつてドレスローザを治めていた王族だったの。でもそこにドフラミンゴが現れて王座を乗っ取られた。私も王族の血を引くからと捕らえられて、今は囚人剣闘士としてここで見せ物にされてる。なんだそれ、ひでえ話だ。兵隊さんは私たちみたいな人を解放するためにドフラミンゴを撃つ準備を進めていたの。何年もかけて。そして今日、兵隊さんがドフラミンゴに決戦を挑むって。彼は自分の命と引き換えにこの国を滅ぼす気なの。もう守られるだけじゃ嫌なんだ。今度は私が兵隊さんを守りたい。兵隊さんが死んじゃう。レベッカ。Bブロック勝者はバルターロメオ。さあ次は C ブロックの試合です。試合が始まる。決勝で会いましょう、ルーシー。おう、頑張れよルフィ。あ、どこだ。窓の外か。
ゾロ、ピエモン、どうした？ロウ殿がドフラミンゴにやられた。それだけじゃねえ。海軍大将がドフラミンゴと組んでる。おかげで町中海軍だらけだ。急がねえとまずいぞ、ルフィ。藤川ワーナー、サンジ、こっちはどうなってる？順を追って話すぞ。まずドフラミンゴの多い放棄、あれは真っ赤な嘘だった。俺たちは初めからドフラミンゴにはめられてたんだ。交渉は決裂、トラオはドフラミンゴと戦うことになった。それでトラオをやられたのか。今私たちはトラオの指示でシーザーをドフラミンゴから遠ざけるためゾーンへ向かっているの。分かった、トラオは俺たちが必ず助ける。お前らは先にゾーンに向かってくれ。メラメラの実、誰かに取られるのは嫌だけど仲間の命には変えられねえ。俺たちはドフラミンゴをぶっ飛ばしに行く。よし、さっさとコロシアムから出てこい、ルフィ。俺たちは先に向かってる。ゾロゾロ、そちらではござらん。あ、でもコロシアムの出口どこだ。トラオを助けに行かねえと。出口どこだ。ミノシュナイダー、ジョーカーが麦わらを俺に殺せって。ドフィーも甘いな。優勝を逃した男にまたチャンス。大会が終わるまでに肩をつけろ。それで晴れてお前もファミリーの幹部だ。くそ、出口どこだ。待て、久しぶりだな、麦わら。チャンピオンのやつ、なんか用か。うん、そこにいるのか、麦わら。黒ひげか。そうさ、久しぶりだな。ぜあ、大会に出場中らしいな、ルーシー。だがメラメラの実はうちのバージェスがいただく。まるでエースが俺の仲間になるようで嬉しいぜ。エースの力はお前らにだけは絶対渡さねえ。せやおい、マジス、麦わらを見極めるいい機会だ。派手に暴れてこい。任せてくれ船長、存分にぶちのめしてやる。メラメラの実はいただくぜ。早くあの能力を使ってみてえな。ふざけんな、お前らには渡さねえと言っただろ。エレファントだ。邪魔者はいなくなったな。こんなことしてる場合じゃねえのに。あ、ベラミーだ、ちょうどいいや。知らない。
俺と戦え麦わら。俺はもうお前を恨んじゃいないが、ドフラミンゴに認められるためだ。ベラミン、どうしても戦わないとダメなのか。スネークマン、ハッキー、ハッキー。本当は戦いたくないけど、これがお前の覚悟なんだ。俺にも貫くべき筋がある。お前を倒して幹部になると決めたんだ。だったら全力でやってやる。キングコブラ、大会優勝も暗殺も失敗してこのざまだ。これは何も変わらねえな。みっともねえ。変わったよ、ベラ。ゴムゴムのナーガクルバ、ベラに麦わら暗殺に失敗したらしいな。あんたには消えてもらう。ディアマンテ様の指示だ。悪く思うな。騒ぎになるとまずい。そろそろ退散するか。どうせお前らはここから出られないんだ。